同盟を下し、王国への侵攻に向けて準備を進めていたシュヴァルツ・アドラーヴェイヤだったが、それに先んじて王国と共闘するセイロス騎士団が動きを見せる。煉獄の谷アリルに現れたセイロス騎士団は国境沿いに南進。その狙いがガルグマク大修道院の奪還であることは明白だった。北方より敵襲、旗印から見てセイロス騎士団の模様、一部の部隊はすでに迎撃中です。陛下、ご指示を。北からやられたわ。まさか煉獄の谷アリルを通って。敵軍の中に大司教はいるの？いるならそこに兵を集中させなさい。はっ。敵はガルグマクを知り尽くしているわ。おそらく好き放題に入り込まれる。だからこそ接近される前に気づきたかったのだけれど。先生、私たちも急いで迎撃に出るわよ。準備は任せたから。不利な戦いになりそうですな。ガルグマクの調査は進めているのですが、隠し通路や窓の仕掛けなども多く、まだ把握しきれていないというのが現状です。おそらく我々の思いもせぬところから襲いかかってくるでしょう。私は先に各所に指示を出してくる。すぐに合流するわ。ランドルフ将軍とラディスラバ将軍を呼びなさい。急いで。ここで暮らしていたのが昨日のことのようだな。愚か者たちに示さねばなるまい。ガルグマクを犯した業の深さを。でも敵の中には先生もいますわ。私の命を救ってくれた。そうだったな。許しがたき存在でありながら恩人でもある。だがあの者のせいでレアが苛まれ苦しんでいるのは紛れもない事実。神祖の器として天帝の剣まで託されておきながら、レアは変わってしまった。あの者もまた変わったのだろう。もはやこの戦いに勝とうとも元の教団には戻れないのかもしれんな。あのお兄様、フレン、どうしてもと言うから連れてきたが、絶対に前に出るな。お前に何かあれば私は生きていけない。いいな。もちろんですわ。私もお兄様に何かあったら生きていけません。先生と戦わずに済む方法はないのでしょうか。
ルグマクへの奇襲成功しました。あとはこの先を突破するだけですね。大司教様やカトリーヌ様は帝国軍の本体と戦っておられる。我らは策を成功させ、こちらより大修道院へと侵入するぞ。ここまで敵がまずいわね。陛下、敵の動きが妙ですね。何やらよからぬことを企んでいるのでは。そう、ならば早めに手を打ちましょう。防衛線を死守しつつ迅速に敵を撃つわ。それと敵軍の陣容も不自然です。どこかに兵が伏せてあるかもしれませんな。先制奇襲有利思います。ヤッチセイブを。掃除に行くぞ。皇帝、マイル。血塗られた道を私が切り開きましょう。これで邪魔はなくなる。戦場に立つ以上、覚悟はできている。死なずに済んだ。さあ次だ。戦場を広く見なくて。何度戦えばいいのかしら。何においても勝つのが大事よね。ええ、任せてちょうだい。今だ、やれ。来なさい、叩き潰してあげる。私が負けるわけにはいかないの。エーデルガルト様、敵は森の中に燃料などを大量に運び込んでいます。彼らが火攻めを狙っているのは明白。先手を打って策を阻止すべきでしょうが。森のどこかに伏兵が潜んでいそうなのよね。怪しい場所は避けて進軍しましょう。
陛下の敵は殺すだけです。殺し、これはリこれも未来のための一歩。ダメだな、これ。さすがだ、私も続こう。運も実力のうちだぜ。私も行くか。悲しいですが、これが私の使命。引くわけにも参りませんの。助かるぜ。
ているね。褒められた。はあ、どう？この策にかける。穴を開けてやったぞ。これでダーだ。やっ、実力のうちだぜ。上がるものは必ず撃つ。成長。陛下の波動。これで邪魔はなくなります。冴えているね。無理しない方が良さそうね。死の前を取ってあげる。やっ、勝たなければ生き続けられないもの。生きるためとはいえ力。報酬を与える必要があるかしら。よいしょ。強くならなくちゃ。まだまだ立ち止まる。
敵に情けをかける余裕はないのだ。いいぞ、皆の士気も上がる。あと何度戦えばいいのかしら。せい！仲間を守れてよかったわ。これで敵の策を潰せたかしら。念のため警戒して。悪いな。やるとするか。我らの聖域を犯した大罪、その命をもって贖ってもらうぞ。掃除に行くぞ。
すまない。もうお前を守ってやれ。撃退したようね。みんな力を尽くしてよく戦ってくれたわ。私たちは騎士団の主力を撃退し、ガルグマクを守り切ったのよ。ヒューベルト、直ちに被害状況を確認しなさい。は、我々より本軍の戦況が気にかかりますな。ええ、あちらにはレアとカトリーヌがいたようだし。レア様、セテス様とフレン様がお亡くなりに。こちらに攻めかかってきた連中はまとめてなで切りにしてやりましたが、大修道院近辺に潜入した部隊は全て撃退されて、無念です。今は引くしか。ご命令を。セテス、フレン、お母様のみならず、あの二人までをも奪うのですね。あなたは私から全てを奪うというのですね。レア様、もはやどれほど悔いようとも、その魂が救済されることなどありません。煉獄の谷を泳がせ、英語の砂漠を歩かせ、身も骨も朽ち果てさせてしまいたい。必ずやあなたに代償を払わせます。償わせますよ。我らナバテアの名にかけて。エーデル・ガルト陛下、申し訳ありません。黙って、今治療を。無理です。助からないのはお分かりでしょう。ラディスラバも先に行きました。敵は撤退し、もう安全。報告ご苦労。また失ったわ。この足元が血に濡れるたびに、歩みを進める私の足が重くなる。後悔も怨嗟も絶望も何もかも、私は捨て去ってここまで来た。そしてまた進まれる。ヒューベルト、敵の状況を教えて。は、まさに痛み分けですな。幾人か名のある将を討ち取っております。中でもレアの副将とも言うべきセテスを撃てたのは大きいでしょう。我々やガルグマクへの被害が少ない分、勝ちと主張できなくもありませんがね。ええ、勝利したと喧伝しなさい。向こうも同じことをするでしょうけれど。は、すぐに指示を出します。恐ろしい相手でした。教団はなんでいつもこんななんですか。どんな訓練したらあんな。もう怖かった。いや、ガルグマクの中に敵を見た時には死を覚悟したね。死んでもいいやと思っていたのに、実は死にたくなかったみたいだ。勝利幸運です。騎士団実力高いですから。それから憂いなく攻めること可能ですですか。ああ、この勝利は大きい。多くの犠牲者は出たが、得たものもある。旗色を伺っていた王国の諸侯の中には、こちらになびくものも出よう。勝敗一つで態度を変えるなど、まったく貴族の風上にも置けないがな。今日戦った相手は
今まで以上に顔見知りが多かったわ。そんな相手と本気で殺し合わなきゃいけないなんて、国も女神も。俺はもう止まらねえ。このまま王国をぶったたいてやるぜ。フォドラの統一、俺たちならできるってみんな思えたはずだ。そうだろ。みんなやっているようね。戦後の処理が終わったわ。こちらも相応の被害を負ったけれど、失ったものは相手の方がはるかに大きい。多少の予定外はありましたが、勝ちは勝ちですな。次の戦いへの支障もないと言える範囲にあります。タルティーン平原を突破して王都フェルディアを目指すのよ。いよいよ王国との、そして教団との決着の時が近づいているわ。高価の章、古月の説、偽りの乙女。ガルグマクを奇襲してきたセイロス騎士団に心象を得たシュヴァルツァ・アドラー・ウェイヤは、王都フェルディアへの進軍路を確保するため次なる目標を定める。いよいよ王国の都フェルディアを攻める時と宣言したけれど、今節私たちは他の場所へ向けて進軍するわ。先生とシュヴァルツァ・アドラーベイヤの仲間にだけは伝えておくから、そのつもりでいて。フェルディアより先に落とすべき場所があるということです。フェルディアから南、王国領と帝国領の境界に位置する堅牢な城塞都市、アリアンロットを吸収するのですよ。アリアンロットには魔導しながら王国の将軍となったコルネリアがいるわ。それに加えてフラルダリウス家の当主ロドリグが兵を入れている。その二人を撃ってアリアンロットを奪取するのよ。コルネリアは怪しげな魔導の兵器を使うと言われています。敵の防備が整う前に攻める。そのために味方にも明かせぬまま準備を進めていたのです。我が軍の兵の中にも情報を漏らす者がいないとは決して言えませんからな。アリアンロットを落とせば南と東の二方向からフェルディアに攻め上れる。王国や教団との決戦ともなれば、より優位な状況で戦いに臨まなければね。先生、頼んだわよ。挑戦なくして勝利はない。
好奇、綺麗、渋み。やはり紅茶はこの産地に限るな。フェルディナント、元気そうね。元気そうねとはどういう意味かね。私はいつだって元気だと思う。もしや血統のことを気にしているのかい？であれば全く心配ないさ。本当に？それならよかったけれど。何？私とてあの時は落ち込んだよ。私が強敵と目し、時に上回っていると思っていた相手の足元にも及ばなかったのだから。だがそこで折れるようなものは貴族足りえない。力が足りなければ努力し続け、優秀な存在になる。それこそが貴族なのだよ。そう、確かに元気そうね。あなたのたゆまぬ努力も素晴らしいと思う。だろう。いつか私があなたを超えた時には、今度こそ決闘で。でもずっと言いたかったことがあるの。私はあなたが貴族であることに価値を感じないわ。あなたが努力し続けることは貴族とは何も関係ない。あなたの優秀さも私が評価し、仲間であってほしいと思うのはただのフェルディナントなのよ。そうか。私も言いたかったことがある。確かに平民の中にも努力を続け優秀になる者がいることは認めよう。だが生まれながらの貴族とはそんな生優しいものではないのだ。生まれた時から優秀であれと求められ、その期待に応えられない者は家を出る。その環境こそが優秀な貴族を生み出し、優秀な貴族がまた厳しい環境を作り出す。その循環なしに優秀な者が継続して世に出ることなどないのだよ。あなたは私の目指す世の形が間違っているというわけね。間違っているとまでは言わないが、より良い形があるのではないかね。あなたがどうしても貴族をなくすというなら、それに代わるものを私は作る。例えば多くの民に教育の機会を与え、そこから徐々に上に立つものを選ぶとか。環境が人を作る。私はそう信じるよ。民に教育の機会を。そんなことまで考えていたのね、フェルディナント。あなたみたいな人が私のそばには必要なのかもしれない。強い信念を持って私にまっすぐ異論を唱えられる人が。あ、エーデルガルト、ようやく私の必要性を理解したのだね。元からあなたは仲間として必要だと。こうなったらあなたにこの一言を送るしかあるまい。決闘に敗れた我が先祖ディルクが時の女帝に捧げたという一言。あ、麗しき我が君よ、私を婿とし。そこまで、そこまでよ、フェルディナント。今はまだそういう話をすべきではないわ。こんにちは。今日はいい天気ですね。いい天気ですね。確かにいい天気です。それで何か用でも？ごめんなさい。わけもなく謝られても受け入れられませんがね。確かにそうかもですね。ヒューベルトさんは怖いって言った件です。それが何か言われ慣れていますし、謝罪は不要です。でもベルのこと避けてるじゃないですか。会話も最低限ですし、怖い笑顔もないですもん。その方が貴殿も怖がらなくて済むでしょうから。何か問題でも？問題ありありです。確かにヒューベルトさんは怖いですけど、私なんかのために話したり笑ったりを我慢するなんて、そんなのダメです。私が怖いのを克服してみせます。
なるほど。はい、だから。何ですか？笑うのを我慢するなというので、思い切り笑ったまでですよ。やはり怖いでしょうな。克服などできそうもない。できますもん。でもまだ今はちょっと心の準備ができてません。また背の高い人と立ち合ってるのか。あいつも折れないな。へん、今日こそ俺が勝ってやるからな。さあ来やがれ。そうだカスパル、その調子。練習通りに動けてるよ。それは受けて、それは足で避けて、そこだ。急所への一撃決まったね。やったなカスパル。よっしゃ、俺の勝ちだ。そこで俺の一撃が相手の溝落ちに見せたかったな。で、ちゃんと聞けよリンハルト、今いいとこなんだぞ。聞いてるよ、もう4回目だよ、いい加減にして。お前な、もっと俺たちの勝利を喜べって。僕たちの勝利？そうだ、お前の助言がなきゃ俺は勝てなかったんだぜ。ありがとなリンハルト、お前はすげえやつだ、最高だって。最高って、いや、その君が努力した結果だよ。僕はただ口にしただけ。それを実行したのは君だ。最高なのは君のそのたゆまぬ意志だよ。僕にはないものさ。そう褒められるとなんだか体がムズムズするな。だけど俺、お前が最高だっていうのも譲らないからな。俺の意志はすげえんだろ。だったら譲るはずもねえよな。ああ、そうだね。君はそういうやつだ。一生逃れられないんだろうな、この腐れ縁からは。なんだよ、逃れたいのかよ。いや、別に。切ろうと思っても切れない縁さ。そうだな、何で切ろうとも切れない絆だ。もし将来俺たちの正義がぶつかることがあっても、俺たちは絶対に争わない、約束だぜ。いや、僕はそもそも誰とも争いたくないから。戦場に出るのもこの戦争が最後だよ。そりゃそうだけど。だから一緒に生き残ろう。それなら約束していい？おう、約束だ。絶対二人で生き残って勝つぞ。カスパル君、暇ならお茶しない？またかよ。いいけど、訓練があるから少しだけな。今日も？本当に飽きないわね。当たり前だろ、お前はとうとう飽きたみてえだけどな。飽きたって？男あさりだよ。お前が誰かと遊びに行くのもうめっきり見てねえ気がするぜ。そういえば
そうね、なんだか居心地が良くて。居心地？大修道院のか？5年前と比べたらボロボロじゃねえか。そういうんじゃないわよ。まったく乙女心がわからないわね。悪かったな、どうせ俺には理解できねえよ。だから私の気持ちにも気づかないのよね。は？あなたと一緒にいるとね、ずっと自然な自分でいられるの。演技もせず、媚びも売らず、嘘もつかず、本当の自分を取り戻せるみたいな。あなたのこと弟みたいって思ってたけど、本当は私あなたとなら結婚。うわあ、また待ってくれ、ちょっと待て、心の準備をさせてくれ、頼む。勘違いしないでカスパル君、私あなたとなら結婚とかを意識しないで仲良くできそうって言いたかったのよ。え？おお、そうか。でもそういうところから結ばれる二人っていうのも案外あるのよね。どっちだよ。いや、俺をからかってんだろ。からかってなんかないわよ、ふと思っただけ。これから先互いにいい相手が見つからなかったら、ずっと一緒にいるというのも悪くはないかもしれないって。あー、よくわかんねえや。まあ俺は色恋になんか興味ねえから案外そういうこともあるかもな。でもお前がこの先相手が見つからないなんてことはねえだろう。どうかしらね。ま、今から気にしても仕方ねえか。俺もお前と仲良くするのは歓迎だしな。じゃ、ドロテア、将来のために一緒に頑張ろうぜ。ええ、互いにいい結果になるといいわね。